2012年のアメリカンルマンシリーズは、アメリカンルマンシリーズの14年目のシーズン。3月14日の第60回セブリング12時間レースで開幕し、全10戦でタイトルが争われた。バージニアインターナショナルレースウェイ、フルコースレイアウト2011年9月30日、アムズ代表、スコット・アサートンは2012年シーズンの11戦のスケジュールを発表した。 2011年に開催された全球戦は引き続いて、開催され、新たに追加される2戦は計画されていたものの、詳細は発表されなかった。アサートンは3つのイベントが2つの開催予定を競っていると述べた。後にそのうちの1戦がカレンダーから削除された。また、インターコンチネンタル、ルマンカップのイベントとしても開催されていた。 セブリング12時間レースはそれを引き継いだ FIA、世界耐久選手権の一戦として開催され、引き続いて共催されることとなった。また、プチルマンもヨーロピアンルマンシリーズの最終戦として共催された。シリーズのうち4戦がテレビで生中継されることも発表された。その他のレースは ESPN3 でストリーミング配信されるとともに、翌日テレビ放送された。 すべての録画されたレースは ESPN で約1時間遅れで放送された。1月16日に第9戦はバージニアインターナショナルレースウェイのフルコースレイアウトで実施されることが発表された。これはバージニアで実施される初のアムズイベントであり、フルコースレイアウトで実施される初めてのレースであった。総合優勝は太字。ポイントは それぞれのクラスの優勝者の走行距離70%以上を完走したトップ10ドライバー及び車両に与えられた。複数台エントリーしたチームのチームポイントはそのうちの最上位の車両のポイントのみが与えられた。ドライバーは各レースで少なくとも45分以上ドライブしなければポイントが獲得できなかったがロングビーチは30分であった。ドライバーはポイントを得るためには指定された。 ラップ数を走行しなければならない。そのラップ数はコースの長さによって異なる。チームタイトルはフルシーズンエントリーしたチームに与えられる。パートタイム参戦チームはランキングに含まれない。フルシーズンを戦い a CO のレギュレーションに従ったチームの中で P1、P2、GT のトップは2013年のルマン24時間レースに自動エントリーされる。 P1 マッスルミルクピケットレーシングは P1 クラスのタイトルを獲得した。P2PC コアオートスポーツは PC クラスで2年連続のタイトルを獲得した。全チームがシボレー ALS3 エンジンを搭載した折れ高かかい LAM09 を使用した。GT コルベットレーシングは9回目のタイトルを獲得した。GTC アレックスジョブレーシングは4度目のタイトルを獲得した。 全チームがポルシェ 997GT3 を使用する中、JDX レーシングの11番車はミッド・オハイオで優勝したが、ドライバーのティム・パパスは要求されるドライブ時間を満たしていなかった。JDX の勝利は認められたが、ポイントと賞金は TRG の66号車に与えられた。レースに参加したもののポイントを上げられなかった、ドライバーは記載されていない。 P1 ダイソンレーシングのクリスダイソンとガイスミスはランキング2位となった。P2PC-PC カテゴリーのドライバーはレースにおいて1台以上の車を運転することが認められる。ドライバーがそれぞれの車を最低2時間ドライブした場合、ポイントはいずれかを選択することができる GT-GTC。ありがとうございます。